なんか色が違うんだよな。気になる。違いますね。ちょっと待って、なんか変なんできちゃった。ちょっと待ってね。加工、あ、違うな。あれ違うな。こんばんは。ちょっと待って、なんかさ、エフェクト、あ、違いました、間違えました。ちょっと待って、なんか色が違うんだけど、これはどうしたらいいかもう分かりませんけども、まあいいか。色が嫌なんだけどな。あ、これか、フィルターだ。ちょっと待ってね。なんかね、ちょっと色、近い色に直すね。これが一番近いかな。こんな感じかな。ギャー。かわいい。かわいいでしょ？いや、寝る前だからさ、あんまりテンション上げるとさ、寝られなくなるっていう。なんかどうしてもオーロラビーズをさ、やりたく、触りたくなっちゃったわけ。寝る前だし。明日も仕事なんだけどさ。それでも、やりたいことはやりたいから。こんばんは、やらないと思ってたから嬉しい。あ、やるんだよ。ごめんね、ふとね。ふとライブがしたくなったの。オーロラビーズに触りたくなりました。そんな回です。こんばんは。打ち上げ花火ありがとう。玉や、鍵や、何や、八百や。あ、むっちゃずれとるやん。かわいすぎて、打ち上げちゃったよ。打ち上げちゃうよね。ね、なんかすっごいずれてるけど、まあもう気にしないでくれる？ね、気にしないでいてくれる？久々だしね。これアクリルビーズなんでね、しょうがない。私は明日薬なくなるから早退して病院行ってくる。にだ。気をつけていってらっしゃいませ。寒いからな。今日さ、雪が降ったからさ、超あったかい格好して行ったらさ、暑かった。室内はあったかいのよね。やんやん。出しました、病院行くにだ。私も病院行きたいにだ。別になんか今のとこ歯医者とか行きたいなぐらいかな。っていうか、オーロラビーズかわいいっす。今日は一つめんどくさいっていうか、やだなぁ、ちょっと億劫だなぁって思ってる仕事が一個終わったので、よかったなぁと思いましたが、よかったなぁと思いました。千鶴さん見てるとダイヤモンドアートやりたくなる。あらららら、こんばんは。そう、よく皆さんおっしゃいます。しまったとこだけど、見てるとやりたくなってきたからやるとかね、よくおっしゃるけど。ヘルニアにデスクワークはダメなのかも。腰が痛くていいです。デスクワークはね、痛いよね。まあ、この世のデスクワークの人がどれぐらい立ったり歩いたりするかわかんないんだけどさ、私結構なんかずっと座ってるわけじゃなくて、結構あっち行ったりこっち行ったりもしてるから、なんかずっと座りっぱなしみたいな感じでもないんだよな。っていうか、プリンターが遠い。物理的な問題。そして歩かされる。なんかこの色かわいいな。紫なんだよね、きっとね、これね。紫のオーロラってこんな感じなんだな。みなこさん、こんばんは。ありがとうございます。ちょっとずらすね。みなさん、読んだな。ちづやさん、でも今、明日朝3時から仕事でしたし、明日も4時半なので寝なくては。時半出庫なので寝なくては、寝た方がいい。もうライブも即刻閉じた方がいいぐらい寝た方がいい。私もちょっと今日はまあ寝るのも遅かったのに、雪のことを考えて早起きしたので、本当は眠たいね、結構。けどね、
なんかオーロラビーズが私を呼んでるような気がしたの。呼ばれて無視するわけにはいかないじゃないね。呼ばれたらね、押していきません。なんかずれてますね。ちょっと待ってね。エラさん、コールセンターだから歩けるのって1時間ごと。はぁ、やばめよね。確かにそれはやばい。いやーな、コールセンターの仕事大変じゃ。ねねさん、こんばんは。キアラさん、こんばんみ。みなんか若干さ、これはやっぱりアクリルビーズだから、こうテンション的にはちょい下げなんだけど、でもかわいい。んね、んねって言ってるよね、レナさん。私結構言ってることに気がついたわ。口癖のうちの一つです。朝方睡魔気15分仮眠で夢見てた。夢15分で夢見たってことは、それは熟睡一瞬でもギュッと寝れたんかな。私いつも思うけどさ、普通に会社の仕事でもさ、なんか仮眠の時間マジで欲しいよな。15分、10分でも寝れたら全然違うんだけど、でもなんか私らしなんか寝れる場所もないし、なんかしょぼん。みやこさん、ゆいさん、体調は大丈夫ですか？だいぶね、楽になってきました。お腹の調子はもう戻ったんじゃないかな。もう普通に食ってやる。食べてますね。ダメなんじゃないかな。ダメかな。くるりちゃん、メタリっぽくて可愛い。あ、確かに。くるりちゃんのやった。くるりちゃんのメタリックビーズだね。これ可愛かったよね。15分以上仮眠すると逆効果。そうなんだ。もうさ、10分でもいい。もう10分でもいいから寝たい。本当に。昼休みとかね。次6番。なんか、これ一応、これ何色なんだろう。ちょっとだいぶ濃い、なんか茶色なのかグレーなのかちょっとよくわかんないけど。まあでもオーロラ入るとさ、まあフィルムの色が似てるから、あんまりこう色の感じっていうのはあんまり分かりにくいかもしれません。まあいいやん、キラキラしてて可愛いから。キラキラしてたら何でもいいのかて、何でもいいんやて。このビーズさ、この形のパターンのビーズしかないんだけど、なんで？私はミックス置きとかしないから全然いいんだけど、マジ全部この色形ないんやけど、どうしたん？え、フィルムに貼るときに選ばれしこの形みたいな、そういうのがあるわけ？知らんけど。今日木曜日だからな、私しょうがないよな。クイージーサーズデーだからしょうがない、うん、木曜日の私はいろいろおかしなことになるけど、それは仕方ないっていう風に決めてるんで全然大丈夫。なんかついてきたよ。なんだい。明日仕事終わったら休みだ。明日仕事終わるかな。終わるかなつって。よいしょ。次は1にちょっと多いのにしようかな。いや D7 にしようかな。あ、ちょっと待って、これまさか違うな。7にしよう。あ、 D にしよう。みなこさん、木曜日で浮き沈み激しい感じしますよね。わかる。なんか木曜日ってね、私結構ボロボロの時が多いんだよね。しんどくて、あんまりうまくいかない日が多いです。ワールドマップは今月に終わる。どうだろうな。ちょっと今週末頑張ればいけるけど、今週末頑張れなかったらもう来月ですね。ちょっと来週さ、今週、まあ今週末いけるかな。でもさ、今週末いけるから、いけるかもって言ってさ、なんだろう、もうさ、もう早速さ、
完成ライブやりますって言っても完成しない可能性のがめちゃくちゃ高いからさ、完成ライブをさ、なんていうの、こう早送り、違うな、先走ってやれない、あの予告できないよね。こんばんは、 YouTube ライブが帰ってきました。こんばんは、ありがとうございます。ダイヤモンドアートクラブが待ってるよ。そうなのよ、ダイヤモンドアートクラブが待ってるんだよね。でも2月、そうだな、え、ちょっとワクワクしてきたな、楽しいな、楽しいな、間違えた、楽しみだな。ちょっとね、なんかこうもうちょっとなんとかさ、楽しいことがしたいじゃん、まあ、当たり前なんだけど、ワクワクできることをね、今いろいろ考えてる、まあワクワクしてます。考えてワクワクしてる、まあ、なかなかちょっと行動に移せてないから、ちょっとそろそろ動こうかなっていう気がしてるけど、ちょっとね、やりたいことをやれるようにしたよね。横浜の、ダイヤモンドとかりさん、横浜の風景は7月27日に完成します。7月27っていつだっけ、来週、再来週か、もう何、完成する日が決まってるんですか、すごいな。さあ、私が 今まさに見通し立たないっていう話をしたばっかなのにめっちゃ見通し立ってる、すげえ。なんか若干なんだけど枠が見にくくてさ、ちょっと合ってる、結構隙間があります。ちなみにこれもういい、これはもう隙間はいい。クラリーちゃん、仕上げて在庫減らしていこう。ほんとだよ、でも在庫があっても私いいと思う、うん、やるもんじゃんと。なんなら私もうちょっと開けたいと思ってるからね、なんかあの作品開けたいな的なのがあるんだけど、また開けるのみたいななるから、ちょっとどうしようか迷ってんだよね。本当にやりたいって思ったらもう誰に何も言われると何を言われようともやるんだけどさ、結局え、めっちゃ可愛いんだけど、ちょっと今一生懸命さ台紙を見ながら貼ってたんだけど、え、めっちゃ可愛いんだけど、ちょっと画面が可愛いな、何これ、どうしたの、めちゃくちゃ可愛いんですけど、やばいんですけどね、可愛いね、あ、やば、可愛い、めちゃ可愛い。今来ました、こんばんは、ルナミルナさん、通知来なかったので来れたの奇跡です。あの TikTok なんかよく通知が来ないとかよく聞きますね。もうね、わかんない、 TikTok のやることはもうわかりません。もうほんとラッキーベースでお願いします。よく聞く、あのたまにね聞くのは、もう私あの絶対天才 TikTok ライブするときって、あの YouTube じゃ TwitterX の方にねシェアしてから来るんですよ。で、人によってはね、どうもなんか私のツイートをもう通知してくれてる方がいらっしゃって、まあ、そういう方だとね、私のがビューンって夕方の時間につぶやいたりすると、あ、ゆいさんだなみたいな、ライブしてんだなみたいな、そういうまさかのことをしてくださってる強者もいらっしゃるようで、強者、あ、D、めっちゃ D 残ってた。まあ、でもそんなしなくていいと思います。そんな頻繁にねツイートしてるわけではないんだけど、別に追っかけることじゃない。ルンさん、ツイッター最近消しちゃいました。なんか使いにくいもんね。私は一応ありますね、まあ、私リアルのアカウントがないんですけど、ない、いや、ある、ないか、誰、友達もだ、リアルの友達もフォローしてない鍵アカがある。何のための鍵なのかみたいな。うん、あ、それもなんか結構見る線で、あの、好き勝手いいねするよみたいな感じ。あ、プチって言った。まあね、いろんな SNS が、のね、使い方があっていいんじゃない。めっちゃ可愛いな。あ、なんかどうする、みんなこれ相談なんだけどさ、ビーズ混ぜたオーロラのビーズ混ぜたんだけど、これどうしたらいいかな。でももう見えないけど、これ一緒じゃないもん。
で、難易度高くない？え、ん？何が違うかわかんない。ん？え、すごいことが起きたよ。ねえ、すごいことが起きた。多分私ビーズ混ぜたんだけどさ、え、リアルに違いがわからんのだけど。ん？あー、わかった、この動画にしようへ。裏見てもわかんないの？衝撃だよ。みんな？多分だけどこれとこれ違うんじゃない？これほらこれほら。どう？これ違うでしょ？これ色。草生やしとるやん。これとこれ色違うんじゃない？ねえねえねえ見て、違うじゃん。奇跡の回だよ今日。見てこれ、これはなんかちょっと言葉が出なかった今。軽く絶句しちゃったよ。ありがとう、よければ慰めてほしい。嘘嘘、これよく見ると違うね。これとね、これとね、あ、違うね。切り抜き案件、そうするわ。やばくないこれ、嘘。もう、どうしよう。ちょっと今思考が停止したので。え、サムネ行きだな。ほんとそうだよ。え、ちょっと待って、な、ん？思って、ん？おも、おも、え、お、あ、お、おも、お、あ、お、思って、ちょっと。表の、おも、ビ、おも、表のビーズで、わかんないな。ちょっと待って。こんばんは、父さんこんばんは。切り抜きなきゃ。これやばくない？これ、これ違うよね、多分。もうどうしよう。サムネ行きだなって。いや、ほんとそうだよ。混ざったの、混ざったの。しかもなんかもうわからないの。しかもさ、こうやってさ、鳴らしたらさ、逆に裏向けないとさ、すごい難しいのがさ、判定がさ、これ裏、ビーズ裏向けないといけないんじゃない？あ、でも逆、若干わかるかもな。え、嘘でしょ？こんなことある？ねえ、ねえ、これ、嘘でしょ？え？ロンド橋落ちた、落ちた、落ちた、ロンドビッチ落ちた。マイフェアレディ、はい、なんやった？インスタ、ユナさん、ユイナさん、インスタに動画が流れてき知りました。そしてやりたくなった山田会と買いました。おめでとうございます。今私はちょっと今ショボボーンってなってましたが、楽しんでいらっしゃいますか？あゆみさんこんばんは。ゆいち仕分けライブ突入。いや、もう無理だな、落ち着いて。私今日の目じゃ見えないもん。口内の仕分けね、諦めて混ぜる。もうね、混ぜてもいいかもしれないんだけど、でもわかるね。やっぱよく見るとわかるわ。この辺とか。わかるかな？このピンクとこのピンク違うよね。このピンクとこのピンク違うね。頑張れ、ありがとう。こんばんは、こんばんは。カットも違わなくない？カットはね、普通に一緒だと思う。まあ、いわゆる普通にどっちもあるやつですね。え、なんで裏向けなきゃわかんないってやばくない？あ、わかるな。でもこれと、これ、この一塊と、この一塊違うな。違うね。うん、わかるな。ちょっと待って。ようじさん、しょぼん。しょぼんでしかないよね。え、ほんとに。あ、かおりさん元気出してありがとう。
ゆねさんまだ届いてなくてできてないんですけど、楽しみだね。準備しておこうね。ありかさん、色分けファイトです。ありがとう。ちちさん、しょぼん。何が起こってるんですか？私も何が起こったか分かりません。だからピンクのところにピンクを入れて混ぜたってことね。カメラ越しだという、これカメラ見ながらの方がいいのかな。いや、でもいいや。ハズキルーペ。使わないと。オーロラは本当に分かりづらいのを諦めてます。本当だよね。まあいいや、とりあえずさ、次行くわ。今度分けるわ。今日は無理。はい、気を取り直して、次。今日のライブはビーズ分け分けライブ。違う、制作ライブです。間違えてビーズを混ぜちゃったの。でもオーロラなんだけどさ、なんかしかもマジ同じ、ほぼ同じピンクで混ぜちゃって、何がどうなってるか正直わからないんだけど、まあもう今日は目が見えないんでもうやめます。寝たいし、とりあえず今日はこれを作成して終わります。余計な仕事を増やすのは得意です。むしろこれもネタにしてやる所存です。もうね、なんかこういうなんか残念なことが起きたらみんなに笑ってもらうしかないなっていつも思ってます。こいつやべえなって、マジこれ嘘でしょみたいなことが起きたら、もうそう、みんなにそうやって言ってもらわないとね、私が浮かばれないわ本当につらいよ。ちょっとビーズがガタガタしてる。キーサーさん、今年の水野さんの処分をもらいました。何度も言うよ、もマジ処分じゃない、ショボボボーンだよ。びっくりしちゃった。わー、わーでしょ？わー、わーだよ、わー。わー、わー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 。ほんま衝撃的だわ。まあでもね、疲れ果てた私にはその衝撃はもう、何もなりません。衝撃だわ。むしろ早寝ようと思ってる私今うん、こんなことあるんだね。なんか毎日いろんなことがあって飽きないね。ゆいさんで溜めた口大丈夫ですか？なんかみんな好きなように喋ってください。何でもよか。動画のネタになりそう。ネタにするしかないでしょ、こんなの。こんな辛いことが起きたら。世界は残酷だ、それでも君を愛するよ。や、ちっちゃい声でしか歌いません。残酷すぎる世界やな。ネタにできるってすごいですね。ネタにするしかないでしょ、こんなの。ショックすぎん？しょぼんやん。頑張れって意味でバラを送ります。ありがとう頑張る、応援嬉しい。ギフティング応援ありがとう。励まされよ、それで。ありがとう。ねださん、水の混ぜはダイヤモンドだって言ってるとぶち当たるからもう驚かないね。驚きつつ、またかみたいな。ああ、キズによくやるなって思うわけ。ああ、かわいい。くまちゃん、ありがとう。みやちゃん、こんばんは。おすすめのオーロラ作品ってありますか？私もフルオーロラの作品は初めてなのでちょっとあれなんですけど、ダイヤモンドアートのダイヤモンドアートはフルオーロラがあるのでぜひやってみてください。水コレ作品のフルオーロラおすすめです。宣伝します。水コレのフルオーロラ可愛いんでぜひやってみてください。クラリちゃん、それは世界地図の時歌っていた。私もそのつもりだったのにさ、なんかそのつもりだったのに、あれ練習してカラオケで、ね、歌おうかな。カラオケで歌ってそれを音源にやろうかな。もうそれぐらいやっちゃおうかな。キサさん、偶然にして今ダイヤモンドアート進撃の巨人に刺し、あ、言ってたよね。進撃話は全然知らないけどさ、この曲だけ TikTok で聴いてる、知ってるみたいな、なんかそういう世界なんだけど。通知小髄来ました、こんばんは、ありがとうございます。 TikTok は最近通知が来ない系ですね。シャドーバーになってることもないと思うので、
わけが分かりません。この色マジ可愛いんだけど、やっべえマジ可愛い、すっげえ可愛い、どうしよう、可愛い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 。あ、疲れ様パンダありがとうございます。もう、もう疲れ果てましたね。皆さん TikTok 徘徊するとおすすめに流れてくる。正解は残酷だが流れてくるね。ロースありがとう、なんかめちゃくちゃありがとう、ギフティングセンキュー。ちょっとずれるね、この辺かな、いいか。ありがとうございます、やっています、ぜひぜひ。ギフト送りまくります、すいません、そんな、あの大丈夫ですよ、お気持ちだけいただきます、ありがとうございます。もう今ね、私はね、まああの色混ぜしちゃったあの子をどう料理してやろうかを考えているわけですよ。動画にしようとね、もう疲れ果てて感情も動かなかったよね。これいやゆいたん体調はいかが、ててちこさんこんばんは、ありがとうございます。体調はね、あのお腹の調子、胃の調子はねだいぶ良くなりました。まあ普通に食べてる、まあ胃腸がまあ完全復活では実はないんだけど、多分そんなにね、でもまああの普通にはね、あの生活しております、ありがとうございます。顔なしのああ状態、いや、まあ、あのそれあの本当にそうだった、ああこれはなんかみんなあの見てほしいよね自分で言うって感じだけど、こちらについても皆さんぜひ見てほしい。まこたんこんばんは、ありがとうございます。もうね、後でもう一回みんな聞いてほしいんだけど、今来た人にも言うけど、実は私さっき色混ぜしたんだ、どや。しかもさ、ピンク同士でやっちゃってさ、しかもピンク同士っていうのはオーロラのピンクでやっちゃってさ、わからないんだよねそんなことあるっていう世界ですけども、また色混ぜしたことないんです、さすがで、素晴らしい。いや色混ぜすげえする。なんかもうめっちゃビーズ可愛くない？え、ちょっと待って、めっちゃ可愛くない？うわ、現場にいる、居合わせたかったなって、ジコさん、お、なんかさ衝撃的すぎて声が出なくてさ、あ、あ、あってなってたしかも多分だけどさ、裏向けないと分かんないから本当無理だと思う。やばいやばい。あゆえさん、セイハロー、毎回楽しみに聞かせてもらってます、お体をご無理なさらずに、ありがとうございます。ちょっとまたね、あの更新します、ありがとうございます。今日もね、なんか喋ろうかなと思いながらね、結局喋らなかったな。またなんかふわーっとね、気が向いたらっていう感じなんですけど、やりますね、ありがとうございます。ちなみに今日ダイヤモンドアート届いた、それもキャンバスでまたしても進撃の、またか、またってそういうことで、ね、またじゃん、よいしょ。私も先ほどビーズケースに戻す予定が廃棄ビーズ入れに入れてしまい絶望してます。みんなやるね、気をつけようね。廃棄ビーズはもうどうしようもどうしよう、でも色違うからな。ビーズ仕分けだけライブもありかもって、できる気がしないんだけど、できた。ビーズこ、あ、待って、みはなさんこんにちは、こんにちは、ありがとうございます。終わっちゃった、でも黙々とビーズを仕分けする配信、いやもうほんとそうなるよね。ちょっとごめん、画面が揺れちゃった。いやでもめっちゃ可愛いね、オーロラビーズ。あ、ちょっとそれで混ぜたビーズを見せておこうかね。うん、
回混ぜ色混ぜビーズ見せようか。みんなで応援しまくる、ありがとうございます。ひろみさん、ゆいさん、みなさん、こんばんは。終わっちゃったかな。終わったんだけどさ、ある意味終わってんだ。これ見てもらうと分かるんだけど、私これね、見てもらっても分かんないんだけどさ、間違えたわ。ちょっとピントが来ないけど、まあ、自分でいいにしちゃったわ、間違えて。こんにちは。もう終わったんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、配信のせいか分からん、分かんないよね。もはや違いが分かりません。私も分かんないよ。でもよく見ると違うんだよ。ほら、分かるかな。これとこれ違うと思う。チャマさん、わかんない。そうでしょ。やばくない？まあ、こだん、トレス台チカチカして今は大丈夫なんだけど、壊れたら壊れるんで買いました。あ、もうそう、壊れた時用に買うのはね、結構大事だと思う。私も壊れた後に買いました。間違いがマジでわからん。わかんないよね。混ざったやつの隣の色？違うんだな。違うところなんだ。いじんでいいねしたらダメなの。別にいいと思う。ひろみさん、鮮やかなビーズの色だから、これは世界地図ではないですね。そうそう、これね、オーロラビーズなんですよ。薄い。そう、こっちが薄くて、こっちが濃い。そう、右の方が薄い。少し濃さが違うぐらい。そう。で、人さん、本当だ、裏向けなきゃわかんないとか辛すぎ。そう。ちゃまさん、裏見て判断ですか？もう裏見る。ね、表で判断できる？表で判断。あ、これ、こっちのピンクかな。まあ、こう。わかんねえ。え？無理。ちゃまさん、おもろいな。無理っしょ。マジ無理でしょ。オーロラビーズで世界地図とかしないよ。てでちごさん、もう分けるのやめよう。やるよ。線形垂直的に探す。まずはすべて裏返しますって始めなかな。え、これ本当に？多分一個ずつ裏返しながら、裏のを見、まずこのまま、うん、こう戦略会議。こう裏になってるのを見て、あ、こっちのピンクだ。あ、こっちのピンクだ。あ、こっちのピンクだ。これはこっちだ。で、こう裏を見ながらまずやる。っていうのを繰り返すしかないか。いちいち裏にするのがめちゃくちゃめんどくさい。そう、裏になってるのからいく。オーロラビーズの混ぜたのを裏見て判断選別しかない、なさそうですね。そうでしょ。オーロラフィルムの色が違うねって。え？ちょっと今。このピンクっぽいのと金色っぽくなる、この二つか。ちょっと待ってね。これとこれの違いだな、多分。ちょっと、こういうことだね。ここ、これの光り方。うわぁ、キアラさんすんげえな。よく、さすがっす。え、そういうことだよね。うとうと似て画面見てたら赤くて見てた。ごめん。一
向に裏向けないとこんな人間違いない。わからんかった。こういうことやね。ここのこのさ、このこの2つのビーズで言うとさ、こういうことやんな。わかったわかった、そういうこと。さすがさすがすぎる、さすがさすが木原さん。違うわ、私くしには全て同じに見える。いや、まずは裏で判断しつつ、私ね、表はね、ちょっとやっぱり、なんかちょっと目が痛い。もう今日は無理だ。やめよう。今日はもう目が無理だ。あ、かわいい。目が、みんな目が目が目がってなってる。さすが木原さんだけど、もう目が限界を超えてる。しまうわ。もうこれ以上見ては。でも裏で判断の方が早いと思う。了解。基本はそっちで行きつつ、その方法もありってことだね。四角も赤という目が痛くなるようだった。皆さん、本当だよね。すごい。もう本当にすごい。もうなんかさ、もう私はね、よくこういう、マジポンコツで、最近こういうことよくやるんだけど、なんでそんなことを失敗するのみたいなことをすごい間違い、失敗しちゃうんだけど、私はこれ妖精さんのいたずらっていう風に言ってる。今日も妖精さんが来てさ、ちょっといたずらしちゃったんだよね。もうしょうがないんだから。寝ようか？寝ようか？一晩経ったら忘れてそのまま行けちゃうかも。行けるかな？ルナさん、妖精さん、そうなの、妖精さんの。クルリちゃん、小さいおじさん、ちょっとおじさんじゃないってば。妖精さんだって言ってるじゃん。寝ようか、みんな。もう今日のことは夢だと思った方がいいかもしれない。現実に起こったかどうかちょっともうわかんない。朝起きたらもしかしたらビーズが分かれてるかもしれないしね。早く寝よう、みんなね。はい、ありがとうございました。明日また考えよう。考えるのも、ね、やめたいくらいですけど、まあ、アクリルビーズなんでね、やっぱ正直あの隙間な感じはあるんですけど、まあオーロラだとなんか目立たないよね。オーロラだと目立たないのと、ちょっと私自身隙間ある作品の置き方がちょっと上手になった気がする。ひみさん、ゆいさんの体調がライブできるぐらい回復してよかったです。いや、ありがとうございます。本当にお騒がせいたしました。さあ寝ようか。お疲れ様でした。いや、衝撃的なことが起きましたけれども、今日ね、皆さんに共有できて本当にありがとう、よかった、ありがとうございました。みんなも妖精さんのいたずらを目にしたということで、ああ驚き桃の木山椒の木、もう無理やな、もう木曜日はクレイジーだわ、寝るわ。あーごめん、キツネさん今終わっちゃったよ。牛乳のおかげかな。そうそう、おやすみなさい。ということで、みんなありがとうございました。はい、妖精さんのいたずらを目の前でね、見れて、みんな本当に喜びにあふれていると思います。その喜びはね、胸にあったかくね、あると思うので、それを秘めて、心にね、あったかくしてね、寝ようと思います。あ、バイバイ。はい、おやすみ。変なこと言っとる。でも、寝るわ。またね、おやすみ。ぐんない、ぐんない。ぐんない。バイバイ。おやすみ。Oh.